春秋時代、春秋時代は古代中国における秋王朝の後半期に位置する時代であり、州が東西に分裂した紀元前770年から現在の山西省一帯を占めていた大国、進むが三国に列した紀元前5世紀までのおよそ320年にわたる期間を指す。この春秋時代の古称は、秋代に成立した儒家経典の一つである歴史書。 春秋から取られている。紀元前七百七十一年に発生した反乱から、周王朝は、当州、洛雄と、青州、後継に分裂し、その二十年後に、東州が青州を下して、王権を一本化するも、往年の勢力はほぼ失われていた。周王朝の下での秩序が喪失したことで、中国全土に拡挙する大小合わせて二百以上の諸行は、 独立状態となり、自国の存続と他国の克服を目指して、互いに争うようになった。なお、中央の権威は依然重視されていたので、中央の名城として、諸国を束ねる、覇者の座につくことが諸侯たちの目標となった。春秋時代と戦国時代を合わせて、春秋戦国時代と一括して扱われることも多い。楽友をとにした。 紀元前770年以降の州王朝を東州と呼ぶことから東州時代とも別称される。春秋時代と戦国時代の境目を何時とするかには諸説あり、進むが三国に分裂した紀元前453年か、その三国が正式に諸侯となった紀元前403年とするのが最も広く採用されている。自らの悪性により、 不満を募らせた諸侯に背かれた衆の雄王が百771年に殺されると翌年に雄王の息子は帝の武功らの力を借りて楽友に衆を再興する。これが平王であり以降の衆は東衆と呼ばれこれからが春秋時代の始まりである。衆の当選に大きく貢献した帝の武功はこの後献政を振るったが大きすぎる功績により 中央から帰ってうとんじられた。武功のこの将校の代で、州の官王による討伐を受けるも、撃退に成功した十活の戦い。この時に追撃するべきとの家臣の言葉に将校は、天使に対して、そのようなことは良くないと答えた。この逸話は、中王の大幅な権威失意を表す一方、それでも諸校は中王への敬意を未だ抱いていたことも、表している。ただ、 その、帝の国威も、将校以降はあまり振るわなくなる。帝は、王室の教師、王室直属の家柄であったが、その統治所領は狭く、国力自体は、中の下という程度であったためである。一方、州の当選後も州王に対して、敬意を払ってきた諸侯は、州王が一諸侯である、帝公に敗北した現実を目の当たりにして、独自の政治的、 軍事的動きを始めるようになった。現代の古北省随州市付近にあったの、春秋時代の孔の墓に収められていた、青銅器の命には、修士付き比、修すでに低くと書かれている。さらに、修王室内では、幾度も多い継承争いが発生し、修の力は弱体化していった。定に代わって、覇権を握るのが、東方の大国、聖である。 周建国の大行進、大工房を始祖とする姓は、東の未開地帯を大きく広げ、国力を充実させていた。十五代目治むの死後に、後継争いで国内が混乱するが、内乱を収めた官公とその最相観中の活躍により、大きく飛躍する。当時、南方で、周辺小国を飲み込んでいた新興国、蘇が大きく、勢力を伸ばし、 さらに中原の小国への信仰の気配を見せていた。本来頼るべき州は小さくなった王室の中で、なお権力争いを続けているありさまであり、その威圧に怯えた小国は仕方なく服従していた。しかし際に、観公が登場し、座へに対抗したことでこれら小国は生に助けを求めるようになった。祖と対決した観光は、メシにおいて、その州に対する無礼を尖め、 その進行を抑えた。これにより、諸侯官の名手となった観光は、紀元前651年に、青井隆市、現在の河南省小級市民権県において、改名を開き、中央に代わって、諸侯の間の取り決めを行った。この業績により観光は、覇者と呼ばれ、春秋五覇の第一に数えられる。もっとも、聖の覇権は中原を中心とした甲賀流域に泊まり、 破れたとはいえスワイが、長江流域に、勢力圏を形成するのを止める力吐く、以後も、中原の最大勢力、サイ、ソウ、進むと南方のスワイの争いは続くことになる。しかし、漢中の死後、人が変わったように堕落した観光により国政は、乱れ、さらに、観光死後の後継争いで政は一気に、覇権の座から転落した。これに代わって覇者になろうとしたのが、 宋の上皇である。陰の移民たちの国で、国力は中程度というそうだったが、上皇は、漢皇の後を継いで天下を治めんという高い、志を抱いていた。まず政の後継争いに、介入、元より大使とされて、宋に預けられていた明を位につけて、高校とした。さらに、諸皇の名手となるべく、う、現在の河南省を昇級し、県にて改名を開いた。しかし、 この解明で、僧に主導権を握られることを嫌っていた、参加国の諏訪への重心に監禁されてしまった。上皇は一旦帰国して、外と決戦に及ぶ、王水の戦いが、敵に情けをかけた結果大敗、相上の、ひ死しし、派遣の獲得はならなかった。観皇に続く、第二の覇者となるのが、北の大国、進の文皇である。進は武功、武皇。 根校の二代にわたって、周辺諸国を併合して大きく伸長したが、健康の愛称、力が起こした騒動により、文校たち講師は国外へ逃亡した。文校は異国にあること十数年にわたり、苦労の果てに、隣国、真の助力を借りて、信仰の座に就いた。君主に就いた文校は後に、周王室の内紛を収め、外の上木の戦いで退場し、全度、 現在の河南省新郷市原武圏に、州の女王を招き、改名を開いて、諸行の名手となった。文校は、観光と並んで春秋五派の代表であり、再冠進む文と称される。文校と前後して活躍したのが、西の大国、真の牧校である。牧校は、西のエビスと戦って勝利し、百里、京などの他国出身者を積極的に起用し、小国を併合して、 領土を広げた。また、劇の乱で混乱した進むに、恵公を擁立し、後に、恵公が配信を繰り返すとこれを、菅の地で大破し、その死後、今度は、恵公の兄を即位させ、進むの文公とした。旗の牧公と進むの文公の関係は、良好であったが、文公の死後に、再び両国の関係は悪化し、牧公はまたもや、進むを大いに破っている。だが、 牧公死去後、家臣のほとんどが殉死したため旗は大きく交代し、次に覇権を握るのが、南の大国、その総王である。もともと、州から封建された国ではなく、実力により、湖北、湖南を抑えて立国した経緯のため、王として認知されていなかった。後に、死者の位を州より授かったが、国力に対して位が低すぎるとして自ら王を名乗るようになったのである。 双王は、今まで朝廷にはびこっていた悪心たちを一挙に排除し、有能な人材を投与した。国内を治めた双王は豊富な兵力を持って、北上して、周辺の小国を威服させ、落葉近くで大越兵式を行って、周王室に圧力をかけた。さらに、帝の東方医師、これを救援に来た、進む軍を、筆、は必ずに、大里と大破した。この勝利により、 中原の小国は素位に服従した。このの戦い以降は諸侯同士の争いは少なくなる。その理由は諸侯の下にいた大夫、氏と呼ばれる中級から下級の貴族階級が没興して彼らに諸国の実権が移り他国との争いよりも国内での同格の貴族たちとの争いに忙しくなったからである。これら諸国の実権を握った貴族としては 進むの陸系、里子、義、藩、蝶、中高、死、藩の六子、生の陸系、国、高、あわび、蔡、経、陳、伝の六氏、炉の三貫、仲間語、猛孫、祝孫、既孫の三子、定の七僕、藩、死、豊か、優、陰、国、領の七氏などがいる。彼らは互いに争うこともあれば、同盟を結んで、他の貴族と対立することもあり、 時には君主とも対立し、君主を殺害するようなこともあった。これらの現象は、伝統的な身分体制の崩壊も表している。この時期に儒教を起こした、孔子も、このような伝統体制の崩壊に対する憤慨がそう、学の源となったとも考えられている。こういった背景から、国同士の対立をあまり望まれなくなり、紀元前546年に、 ユハズ兵の会が神とスワイの間で行われた。ユハズ兵、美兵とは戦いを止めるということである。貴族たちの身長はそれまで、あまり国政の座につくことのなかった執事の者たちを、国政の舞台に押し上げ、この時期には名細章と呼ばれるものが多く出る。代表的なものに、聖の安永、邸の古参、進むの羊説、宿向きなどがいる。 また大国同士が直接ぶつかり合うことが避けられたため、帝の古参や炉の講師などの活躍する小国外交が活発になった。古参は中国発の成分法を制定したことで有名である。この古参の行動についても、法律はそれまで上流階級の中で暗黙の了解で行われていたが、新しく勃興してきた総階級の人間たちには、 それが万であったので、法律を形に残るようにしなければいけなくなったと考えられる。この頃になると君主は貴族たちの顔色を伺わなければ立ち行かなくなり、秦では戦術の陸系から二つが脱落した、里氏、市、義、藩、長の四子に完全に牛耳られ、西ではかつて秦より亡命してきた伝子の力が非常に大きくなり、祖では有力貴族と王族との争いで、 国政は混乱した。一方、南の長江流域では、呉、コシという二つの信仰勢力が起こっていた。五は、高漁、草の二人の君主と、名神孫部、古シ書、コシは、君主公選と、名神、判例の力により急速に勢力を拡大した。五は、その首都を陥落させ、滅亡寸前に追い込むほどの力を見せる。さらに、 古史を撃破して服属させ、甲賀流域に進出して、諸行の名手の座を進むと争った。しかし、一旦屈服した古史の入念な準備に基づいた反撃により、呉は滅亡する。古史も高専の死後は震わず、後に座りに滅ぼされた。完全内民族が中原の覇者となったことで、 周王朝を中心とする秩序が無意味化したこと、五越は製鉄の先駆地でこの頃から本格的に鉄器時代に入ること等から五越構想の直後から戦国時代とする説もある。その頃、秦では紀元前453年に里都氏が義、藩、朝の三子の連合により滅ぼされる。里都氏の給料を分け取りにしたことでさらに力をつけた。 三氏はそれぞれ義、藩、朝の国を建てた。この三つを合わせて三進むとも呼ぶ。その後、義、藩、朝の三国は、紀元前403年に、周王室より正式に諸侯として認められた。もっとも、この段階では進むも小諸侯に没落した形で、紀元前376年まで存続ている。この時点をもって、春秋時代は終わり、戦国時代に入る。 前後して、生では、ほぼ完全に、電子に国政を牛耳られ、紀元前386年に、タワにより散脱され、大公坊以来の際は滅びた。これ以降の際を、それまで特別して、電子都市とも呼ぶ。春秋時代は、州法に基づく軍政が基本で、一軍を一万二千五百人として、大国は三軍、次国は二軍、小国は一軍と定められており、 これを大きく抜き出ることはなかった。三軍を有したのは、進む、蘇、生ぐらいのもので、しかも、生の場合は一軍は一万人の兵を指している。六軍を有して良いのは周王だけだが、周は、春秋時代から急速に衰え六軍は、形成できなかった。清では、文皇の時、新たに三軍を加え六軍としたがほどなく、廃止されている。軍が 巨大化しなかったのは、中央を形式上を飛ぶことから、州法を遵守したこと。この頃まだ鉄は使われておらず武器の質が低かったこと。鉄製農具がなく、生産性が低いため人口も次の戦国時代にかなり少なく、長期間の戦争は著しく、国力を減退させることなどが挙げられる。鉄は戦国時代から使われ出す。この頃の主な戦争は、 弊社戦であり、牙はほぼ存在しなかった。この頃の中華思想は、車、馬車、弊社という高等な乗り物を使用するのが、中華圏の人であり、馬に直に騎乗するのは、テキエビス、異民族と変わりがないと思われていた。外部は弊社に乗り戦葬式をし、弊社を核として、不評を配置した。また、まだこの時代は戦を前にして、占いをする風習も残っていた。 春秋時代以降見られない戦争形式がこの時は見受けられる。つまり、の天での開戦時に一方の死者が相手陣地に乗り込み、ザレ事を言う、武勇を示すといったことをする。相手方がこのザレ事に、ザレ事で返答する、または武勇を示した相手を追いかけ出したら、戦争開始となった。これは、この時代中期まではしっかりと見られ、奇襲は比例とされていた。 それに、この時代特有の光景も見られる。例えば、三笹の戦いでのことである。進むのだ部、客イタルが敵国であるその強王を発見した。客イタルは強王を見ると兵舎を降り、兜を脱ぎ、走り去った。強王は、交換を抱き客イタルに弓を送らせたが、受け取らず自分の無事を告げて敷くという礼を参会した。また、進むの君主霊皇の車耳である。 ランハリは敵軍の声、甲子英祭の旗を見つけると、進む軍の優を見せるため励む行に頼み込み逆だるを送ってもらった。という風うに、礼を重んじた戦が展開されたのがこの時代である。戦国時代からは、この光景は見られず戦における、礼は消失した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。